皆さんこんにちは、人工知能研究者 VTuber の春です。いやー、皆さんついに火星探査車パーセビュランスが火星に着陸しました。実は火星探査機などの宇宙探査では様々なところで人工知能が使われています。今日は火星探査機で使われている3つの人工知能の技術について解説していこうと思います。まず最初は、X 線を使った化石の発見ですね。火星に生命はあるのか、で地球外生命体の痕跡を発見するというのは火星探査機の重要なミッションの一つです。ただ全ての石をどっからどっから全て、地球に持って帰って検査をするということはできません。なのでどの石をサンプルとして地球に持って帰るかというのを選択する必要があります。生物の痕跡を発見するためには石のテクスチャーを観察することが重要になるんですね。そのために今回着陸した火星探査車、パーセビアンスは石のテクスチャーを撮影するための高解像度 X 線モジュールが積んであります。このモジュールは PIXL Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry という名前で、まあ、箱みたいなこんな形のをしています。 PIXL は高解像度の X 線に加えて6本のロボットアームで動かすことができます。このロボットアームは X 線を正確に対象を当てるために100ミクロン単位で動かすことができるそうです。 X 線で高解像度の絵を得るためには対象物の位置を非常に正確に測定してちゃんと正しい位置に置かなければなりません。一度に撮影できる領域というのは数マイクロメーター程度なので撮影領域を少しずつずらしながらスキャンをしていく必要があります。かなりその精度で目標の位置を測定する必要があります。そしてこのアームの移動と目標位置の測定に機械学習が使われております。一昔前はこういったアームのコントロールは最適制御という分野で研究されているモデルベースのアルゴリズムがあって、それを人間 あのエンジニアが頑張ってチューニングをするっていうことが、まあ、メジャーな手法だったんですけれども、今はこれが機械学習でやられているっていうことだそうですね。結構火星の環境って地球の環境と全然違うでしょうから、機械学習でそもそもできるのかなって思うもんなんですけれども、意外と、まあ、地球で学習して火星でインファレンスをするっていうこともできるところもあるみたいですね。はい、続きまして機械学習による地形判別です。火星には進行の難しい地形というのがたくさんあり、有名なものの一つとしてヒデンバレーというものがあります。ヒデンバレーは、非常に急峻な坂道があって、でかつ地面も砂地になっていて非常に、困難な道になっています。パーセビュランスの前の探査機であるキュリオシティは最初人間の操作のもとこのヒデンバレーを通ろうとしたんですけれども、残念ながら結局踏破することはできませんでした。でなのでバレーを迂回することになってより困難な道を通るってことになりました。それに加えて探査機の車輪が大きく、その踏破失敗で破損してしまったそうです。まあ、なので、ちょっと人間の目で、どの道を行くかを判定するのが非常に難しいということが知られています。火星の地形は地球と全く違うというわけではなくて、岩石は岩石、砂地は砂地とカメラ情報から確認することができるんですね。なので、人間が目で見てこっちに行くとかあっちに行くとかを決めるのではなくて、機械学習で地形分類を自動化しましょうという考えに至りました。ただ問題となるのは火星の地形にはラベルがついてないんですよね。当然地球であれば GPS から地図を取ってきてこの辺はこういう地形だってことをクエリーすることはできるんですけれども、で深層学習で画像処理をしようとすると結構な量のデータが必要になります。このラベリングはかなりの重労働です。そこで NASA の研究者は考えました。火星の地形というのはある程度素人でも判別ができるものです。石は石に見えますし、砂地は砂地にちゃんと見えます。まあ、だったらクラウドソーシングでデータを準備してもらおうという考えに至りました。というわけで AI for Mars というプロジェクトが開かれました。このプロジェクトのページに行きますと、火星の地形図を見せられて、地形図というか、まあ、カメラの画像を見せられて、その地形に対してラベリングをすることができます。例えばこの辺は石だったりこの辺は砂地になってるよっていうのを、人間の手でつけていきます。まあ、これによって火星探査車のナビゲーションを手伝うことができるんですね。このプロジェクトはまだ進行中なので、ちょっと今回のパーセビュランスに乗ってるかどうかちょっと確認できませんでした。まあ、記事を見た感じ今まだ研究のプロジェクト進行中のようなので、
今回は、乗ってないのかもしれませんが、次の探査車には乗るんじゃないでしょうか。はい、続きまして最後に自動行動計画ですね。これは機械学習とはちょっと違くて、古くから研究されているいわゆる古い AI の技術の一つになっています。火星探査機はさまざまな変化する制約下でできるだけ効率よく安全に任務を遂行する必要があります。作業にかかる時間だったり、機器の温度、保持できるデータ量など非常にたくさんの制約があります。例えばこれ、機器の温度というのはかなり注意してマネージしなきゃいけない制約でして、火星の表面の温度はだいたい38度、程度らしいので、まあ、言うなれば真夏の東京でクーラーを使わずに計算機を回していると、まあ、そんな感じの状況なんですよね。でこの状況を ありながら、さまざまな制約を守りつつ、さまざまな任務をこなしていく。そのためには人間が行動を作るのではなくて、自動行動計画と言われる手法が使われています。自動行動計画は与えられた制約下で目的関数を最適化するための行動計画を作るという最適化問題の一つです。宇宙開発で長らく様々な場面でこの技術が使われています。一昔前に AI といえばこの自動行動計画のようなものを指していましたね。そして今それは今でも現役で使われていて、かつ日々進歩しています。もちろんパーシビランスでも使われていますね。最近の研究の方向性としては、提示したプランに対してなぜそのプランが最善なのかを説明するエクスプレイナブルなシステムにする研究がやられているようです。はい、というわけで今日は火星探査機で使われる AI 技術というのを3つ紹介しました。実は研究レベルだともっともっとたくさんの研究が走ってるんですよね。例えば火星の着地地点、今回は、ジェゾロゾセンターというところに着陸しましたが、最適な着地地点を機械学習で探すみたいな手法も論文がありました。おそらく次の火星探査機にはさらにいろんなところで人工知能、機械学習というのが使われるようになるんじゃないでしょうか。はい、それではご視聴ありがとうございました。